皆さんこんばんこば、えー、あのえっ、ー、とーまあ今日のテーマはですねコマのテーマはあのー、例のエッチさんですわエッチさんねえー、噂によりますとですね評判にいろんな評判に聞きますとえー、最近橋本さんがですねどうもテレビ出ても元気がないと今一つねはいええー、かこう表情も冴えないとうんえー、ということ聞いてますが、えー、皆さんそうなんでしょうかあのー、発言する時に 以前はね、全部、全部自分が分かってると。もう結論をズバーンと言うて、ええー、まあ、あもう反論を許さないみたいなね。俺は全部分かってるんだというような形で言ってたのが、最近はですね、何か分からんというような、そういう発言が多いらしいんですね。で、あのー、彼、だいぶ、 この春とかでもう炎上しましたよね発言が発言がめちゃくちゃ炎上してですねもう散々た叩かれた、えー、私なんかも YouTube 動画でですねこいつ何言うとんねやいうことでまあいろんなことまあかなりひどいひどいというかねかなり厳しく、えー、追求しましたこの発言のねでそれをあんまりやられたもんですからうんといろんな文化人コメンテーター言論人ですねもうむちゃくちゃやないかと言ってガンガン突っ込まれるで実際突っ込まれるだけの発言なんですよはい。 こうやってもうガンガン突っ込まれてるもんやからもう突っ込まれるのが怖くてえあるいは追及されるのが怖くてだからあの発言でもそうですねあの例のロシアとウクライナの発言でもですね途中から急に「プーチンは悪いが」とかね最後にね「一番悪いのはプーチン」とかねまるでそう最後取っ手つけたように「うわ」っていろんなこと言うて全然関係なくウクライナの兵士に敬意をとかねだからそういうこと言うとかないとあとで叩かれると思ってなんかとにかくえそれを今現在ワイド なんかでもその発言の時にこう全部ずっとこう最初にいろいろ言い訳とエクスキューズっていうんですけど、まあ、それをねいっぱい言うてるらしいです。で結局、ね、何言うてるか分からないと。でやっぱりねそういうこと言うと炎上したら怖いという思いがあるんかしらけどなんかね結局ズバッとも言わないというね、はいえーまあ、そういう状況になってるようです。でこれはですねもしかしかたら もう私、来月、まあ私本出すんですけど、この本出すことがですね、アマゾンでいきなり出て、アマゾンいきなりポン !1 位になったで、それでわーっともう、まあネット、ネットでタイミング的にね、その前後あたりからおとなしくなったという話も聞くんですね。はい。まあこれ私、しっかりと研修するわけじゃないんですけど、まあいろんな人の話でそういうこと。でそうなるとですね、あれもしかしたら私の本が、えー、私の本が出るということがですね、 まあ、橋本さんのその勢いと元気を、えー、添いでるのかなと。なくしてるのかな、まあ、そうなると、あ、ちょっと申し訳ないなと。はい、もちろん、橋、え、本、ー、さんにも申し訳ないですし、それだけじゃなくてね、橋本さんのその、あの、炎上する発言を待ってる、ええー、例えば、今また炎上すること言うたら、また、ええー、今おきゃ、百太郎家はさらにまだギリギリまで原稿を書く男なんでね、その、 またそれを新たに本に付け加えられたら嫌やなと。まあもしそんなこと考えてるとしたらね。いやもう、大丈夫。もう、もう今更書き、また書き加えられるな。<laughs> まだ、まだ書き加えられるから。まだ書き加えられる余裕あるんですよ。えっ、ー、と、もう初行のゲラが上がってですね。今、高越があ全部見直して。で、明日その高越のゲラの見直した原稿を私は受け取って。でまあそれでこう、もう一回直して。まあこれで一応終わりなんですかね。さらにまた書き直すってことは可能なんでね。 えー、それを、えー、ビビって元気がないんじゃないかということも言われてます。えー、しかしながらですねまあまあこれはまあ今言うたら私まあ冗談ですけどねはいあの実はねえっ、ー、とこういうことを言うてると思いますあの橋本、えー、さん元気なくなったのはあの中国の,、うん、あの党大会ですかね自民大会かな、えー、その時に胡錦、えー、党さんがビャーって連れて行かれましてあっから 元気なくなったという、まあそういうウォッチャーも、そういうウォッチャーの声もあるんです。まあこれわかりません。タイミング的に私はちょっとしっかり見ていらっしゃるんでね。意味慎重なんです。えー、と言いますのはですね。 えー、まあ、胡錦涛さんがどうも失脚したということですね。で、胡錦涛さんがし失脚するとですね、彼の下におるやつ、で、彼を支持してたやつ、えー、こういう一派がですね、続々とやられます。えー、はい。まあ、下手したら粛清です。はい。えー、多分胡錦涛も、うん、まあ、自宅軟禁で、 でしょうね多分ねはいでええー、まあだからもう一掃されるわけですよこれがケアの権力闘争の恐ろしいところでねはい、えー、中国がこれも3000年4000年からやってますその手下とか全部やられますからねこれは恐ろしいですなぜ胡錦濤がああやって、えー、いわゆる会場会場というかね議場から引きずり出されてそこから以降元気なくなったのかとはい。 橋本さんがね、元気なくなったのかと。まあ、これはね、原因わかりません。タイミング的に言えることがあります。えー、つまり、小、えー、古銀はですね、10年前まで国会主席でした。はい、えー。つまり、2012年か。はい。2012年までは、えー、国会主席だったんですね。はい。ここ重要なところです。えー、えー、っと、<coughs> 橋本さんが、ああ、 まあ知事になって、えー、と最初の知事だって最初の8か月でね彼は3回中国に行ってるんですね <laughs> でこれまああの異例の数なんですよあの、えー、一地方自治体の首相はですね、えー、8か月就任して3か月の間にあごめん就任して8か月の間に、えー、3回も行くっていうのはね、まあ、これかなり異例なんですねでそのことをの当時の朝日新聞が非常に面白いことを書いてますあの、 えーと、中国に行くたびに、えー、いわゆる、えー、なんて書いてたかなちょっとこれ間違ったらあかんからなあのちょ、正確に引用せかれなあかんけど今ちょっと手元に原稿がないんで正確に引用できないんですがあの、えー、中国に行くたびに中国シフトが強まる橋本知事やったかな,なんかそうまあごめんなさい。言語は若干、 あの性格じゃないかもしれませんけどだいたいそういうようなニュアンスの見出しなんですよ。はい、で記事もそんな感じです。つまり、うーんと もう、えー、このものすごい勢いで中国に行ってるとでしかも行くたんびに、えー、その中国を褒めともと日本なんか全然ダメだというようなそういうその日本と中国を比較してですね中国をどん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 栄養に言う、えー、そのあれがあすごく強くなってきてるとむしろなんかそれをむしろ歓迎するような形のニュアンスの文章でした今でもネットで見れますその記事がね。このそののの当時の中国の 国家主席は誰やったんかということなんですね。はい。えー、当時の国家主席は胡錦濤さんなんですよ。はい。で、こっからがね、えー、いわゆるは想像の範囲なん,なんですが、もし仮にですね、えー、その当時、えー、中国と橋本さんがものすごく密接関係ができたと仮定しましょう。そういう密接関係ができたとなった時には、じゃあその時のトップは胡錦濤さん。 で、えー、そうすると、まあ中国、これもか家庭の上に家庭積み重ねてますからね、全部こう妄想とか考えてください。はい、えー、もし仮にね、そのと、その時ものすごいこう、蜜、えー、月状態になったということはですね、まあこれは分かりますよね。えー、中国が、えー、この人は非常に使える人物である、えー、あるいはこの人を大事にしてなあかんということになれば、まあえー、まあいろんな形で、 まあ、友情を示しますはい。えへへ。え、仮にそうなればね。仮にそういうその仲良くなればです。仲良くなれば、あくまで家庭なんです。仲良くなれば、非常に友情、手厚い友情を示します。はい。はい、えー、その手厚い友情って何かということは、これはもうさすがにね、えー、YouTube なんで、ちょっと言えません。言えませんというか、わかりませんということをしておきましょう。はい。えー、わかりません。はい。あの、人間関係のそそれが友情ですよね。えー、それはやっぱりもう、 中国もそれ一緒ななんですねやっっぱ友情となってきた当然それはおかそ,おはそのお前そのそういうこれはまあ友達関係というやつですけどねでえー、まあだからこれはもうあくまで想像ですからね、えー、橋本さんと胡錦涛さんがそういう友情があったのかどうかそれはわかりませんけどね表情があ冴えなくなったのは胡錦涛さんがあまあ そそういういの失脚してその胡錦涛一派が全部中国でビャーってみんなやられていってると、まあ、そういう状況の中で急に元気になったっていうのは元気なくなったっていうのはえなんか、まあ、それともしかしたらなんか。 コキンの失脚と関係あるんちゃうのというような、えー、でもそれ一体なんでそうだったかわかりませんよ。なんでコキンさんが,が失脚したら、はしごさんが元気なくなったのか。まあ、それは、その因果関係わかりません。わかりません。はい。私のあ、鈍い頭で何も考えてもその因果関係わかりません。ただ、タイミング的に、えー、そうだったという人がいるということだけは、まあ、ちょっとここでお伝えしておきましょうかね。ここで終わります。